谷公氏8月7日体は、日本の元郵政官僚、石川県出身、郵政事務次官、人事院総裁等を歴任。2009年、公務員制度改革をめぐって麻生内閣に、人事院総裁として対立した。2009年2月3日、麻生太郎が本部長を務める国家公務員制度改革推進本部は、公務員制度改革に係る、 公定表についてを決定した。公定表は内閣官房に内閣人事、行政管理局を設置し、級別定数の設定、任用基準の策定、採用試験の実施、研修及び人事院勧告などの人事院の所掌権限を移管することを定めていた。人事院はこれらは国家公務員制度改革基本法に定められた。 制度改革の基本方針の枠外であるとし、特に休別定数の遺憾については国家公務員の労働基本権制約に対する人事委員の代償機能を損なうものであると問題視した。他には政府案の修正を求めてまり明行政改革担当大臣と協議したが1月26日の会談で決裂。翌27日には石原信明自民党公務員制度、 改革委員長や河村武雄官房長官とも会談したが、事態の進捗には至らず、2月3日、改革推進本部は、肯定票を決定した。決定の日、谷は記者会見で、政府案は公務員制度改革基本法の範囲を超えている。日本国憲法第15条に由来する重要な機能が果たせなくなり、 労働基本権制約の対象機能も損なわれると強く懸念すると述べ、人事委員の意見が取り入れられなかったことに遺憾の意を表明した。2月3日までの一連の政府との交渉の中で、谷はあまり担当大臣との直接接触の度に担当記者に入念な説明を行い、総裁自らまた計5回の記者ブリーフを行ったほか、論説委員へも説明会を続けた。 この動きを指して、産経新聞の田中康人は、谷はメディア対策が引いてているとしている。なお、推進本部決定を目前にした一月三十日、第三回国家公務員制度改革推進本部が、開催が開催される予定であったが、延期された。同日の閣議後の記者会見で、あまり担当大臣はこの理由について、谷が欠席したためと説明した、この一件により、 自民党選対副委員長の菅義偉が谷の総裁辞任を求めるなど、与党内で谷を批判する声が強まった。富士テレビが2月5日に行った世論調査にでは、麻生総理が本部長として主催する公務員制度改革の会議に欠席した谷公主人事院総裁は辞任すべきだと思いますかとの質問に対し、辞任すべきが44%。 その必要はないが41.0%、その他、わからないが14.6%という結果になった。与党からの辞任を求める声に関して、他には当面は辞めるつもりはないと記者団に述べた。会議の欠席については、人事院総裁は推進本部の正式メンバーではなく、あくまでオブザーバーであり、代わりに文書を提出するつもりだったと釈明した。 肯定表に基づく国家公務員法等の一部を改正する法律案は3月31日に閣議決定され衆議院選議で第171回国会に提出されたしかし7月21日に衆議院が解散され審査未了となった第45回衆議院議員総選挙を経て2009年9月に民主党に政権が交代したのを気に入には 人事院総裁を辞任した。ありがとうございます。